今回のスマホ特化セール、月的おすすめは、OPPO Reno8 と iPhone SE 2です。はい、月です。本日から新年度ということで、俺たちのグーシムセラーこと OCN モバイル1音声シムセット、スマホ販売の大特化セールもスタートしています。今回のセールで大きなポイントは、OCN モバイル1自体のプラン料金改定も行われているという点で、まずはその新プラン、料金面からチェックしていきましょう。まず立て付けの説明から改めてすると、 OCN モバイル1は NTT コミュニケーションズが展開するドコモ系 MVNO 型の携帯電話サービスで、片や NTT レゾナントが運営する通販サイトグーシムセラーで販売するスマートフォンと OCN モバイル1音声シムを格安セット販売することで有名です。高品質のままますますお得に、現在提供中の価格を見直し、品質はそのままにさらにお得に利用できるようになりました。ということで、これまでの月 1GB の音声 SIM 税込み1298円だったものが、今日から始まる新プランでは税抜き700円、税込み770円と月500円以上の値下げとなっています。現在 OCN モバイル回線を契約されている方も、特に変更の申し込みをすることなくプランが改定されるとのことなので安心です。ただ念のため、今月以降の請求額はチェックしておきましょう。なお、これまでのプランで最大容量だった月 30GB コース税込み6578円は廃止され、新プランでの最大容量は月 10GB となり、価格は税込み1760円となっています。同じ容量で比較すると、以前のプランで月 10GB は税込み3168円でしたので、同プラン費、こちらは月1400円以上の値下げとなります。すごいですね。新プランの容量追加は 1GB550円で、追加分は3ヶ月間は繰り越しもされるとのことですが、容量追加で月 30GB を以前のプランと比較するとかえって割高になってしまいますので、ご注意ください。その他、中容量プランとして月 3GB が990円と、前のプランより600円以上割安に、月 6GB が1320円と、前のプランより850円以上割安になっています。通話についても30秒10円の OCN 電話が、こちらは4月7日からですが、専用アプリを使わなくても適用されるようになります。かけ放題オプションもこれまで通り用意され、2月にスタートしたばかりの完全かけ放題オプションについては、通常税込み1430円が最大12ヶ月間330円安い月1100円になるキャンペーンもそのまま実施されています。こちらについては期間終了未定となっていますので、お申し込みの前にキャンペーンが適用されるか必ずご確認ください。その他、利用期間なし、解約違約金なしに加え、 MNP 転出手数料も無料になりました。ただ、これまで通り契約時には初期費用として手数料3300円と SIM カード手配料 433.4 円が発生しますので、ご注意ください。料金プランでもう一つ注目するポイントとしては、これまでのプランでは600円ほど割安だったデータプランが、新プランでは130円ほど安くなるだけなので、あまりデータプランの割安感はなくなりました。逆に言うと、それだけ音声 SIM プランが値下げされたということだと思います。アハモショックに端を発する通信会社各社の値下げ競争の取りを OCN モバイル1が取った格好ですが、 MVNO 老舗の IIJ ミオもかなり安いプランを出していますので、このあたりどちらにすべきか悩む方も多いと思います。そのあたりまた改めて特集はしたいと思いますが、冒頭でお伝えした通り、 OCN モバイル1最大の魅力は端末セット販売で、今回は新料金発表記念として4月16日金曜日11時までセールが実施されています。セールといえば1円スマホということで、今回1円販売されるスマホをチェックすると、まずは Redmi 9T、 そして Moto G9 Play、 Moto G8、 OPPO A5 2020、OPPO Reno A という、 Xiaomi 1台、 Motorola 2台、 OPPO 2台というラインナップになっています。私の方ではそれぞれ動画をアップしていますので、ぜひご参考にしていただければと思いますが、この中で1円スマホの中でおすすめはと聞かれたら Reno A ですかね。2019年10月発売と割と古めの端末になっていますが、有機 EL ディスプレイに解像度 2340×1080 フル HD プラス、かつ 6.4 インチの大画面でありつつ、本体重量 170g と軽量、チップセットもスナップドラゴン700番台を搭載し、なんといっても防塵防水お財布携帯に対応するという、まだまだ究極の普段使いスマホと言えると思います。ただカメラは1600万画素と200万画素というデュアル構成なので、あまり期待できません。基本性能や普段使いより写真をきれいに撮りたいという方は、同じ OPPO の A5 2020 や Redmi 9T が良いと思います。そして究極のコスパスマホといえばこちら、Redmi Note 9S は 16,390 円ですが、契約する回線が MNP で、
完全かけ放題オプションに同時加入すると最大7000円引きの7900円、税込み8690円になります。 MNP ではなく新規の方はミーノート10ライトもいいと思いますのでご検討ください。いやいや、やはり国内メーカーがいいという方にはソニーの Xperia 10 Mark II が 17,710 円で販売されています。その他にも心は国内メーカー、シャープの大人気スマホアクオスセンス4は7810円です。アクオスセンス4プラスも特価となっていますが、個人的にはこちらはあまりおすすめしません。詳しくはアクオスセンス4プラスのレビュー動画で確認していただければと思います。アクオスセンス4はおすすめです。できるだけハイエンド高性能な端末が良いという方は ASUS の Zenfone 7 シリーズ、そしてシャープのアクオス02をご検討ください。 5G モデルが良いという方はアクオスセンスの 5G モデル、アクオスセンス 5G が Amazon などより 28,000 円ほどお安い 17,490 円となっています。なお今回の OCN モバイル1料金プラン改定に合わせて 5G 回線への対応が発表されるかと思ったんですが、今回は未発表ということで、アクオスセンス 5G を購入したとしても OCN モバイル1では 5G 回線は使えませんのでご注意ください。ただアクオスセンス 5G はデュアル SIM 仕様なので、もう一つの SIM に 5G 回線を使うなどの運用も可能です。 iPhone も格安となっていて、 iPhone 12 mini が 64,789 円から、iPhone 12が 76,890 円からと Apple 公式価格より 17,000 円以上お安くなっています。最新モデルではありませんが、人気の iPhone SE 2も Apple 公式価格より 17,000 円以上お安く 31,570 円からとなっています。 iPhone がいいという方には私はこの iPhone SE 2がおすすめだと思います。はい、ということでザザッと OCN モバイル1の新料金プランと特価セール中のスマートフォンをチェックしましたが、気になる端末はあったでしょうか。 OCN モバイル1自体も Twitter で新料金スタートを記念したキャンペーンを実施中で、フォロー&リツイートで Amazon ギフト券500円分を3000名様にプレゼントする Twitter キャンペーンをやっていますので、気になる方はチェックしてみてください。その他 OCN 紹介キャンペーンも実施中ですが、こちらは紹介人数が増えれば当選確率がアップするといういやらしい仕様となっています。こちらも気になる方はチェックしてみてください。動画説明欄リンクよりどうぞ。一点、 OCN モバイル1のブラックリスト入りについてご質問いただくことがあるんですが、あくまで私が入手している情報としては、 OCN モバイル1のブラックリストではなく、グーシムセラー NTT レゾナント側でのブラックリスト入りになるようです。なのでグーシムセラーが使えない、グーシムセラーで端末は購入できないけども SIM は契約したいという方は、 SIM のみ契約の申し込みを OCN モバイル1のホームページでチャレンジしてみてください。なおブラック入りの条件としては、短期での解約以外に利用期間に関わらず累積解約数も関係してくるようです。ですので既契約者で新機種を希望される方は、現契約を解約しての新規契約ではなく、機種変更での新規購入をされることをお勧めします。詳細についてはこちらも動画説明欄リンクよりご確認ください。ということで、この動画がご覧いただいた方のスマートフォンライフが豊かになる一助となれば幸いです。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。